リア角度確かにスマホからのなんかスタンドじゃない感じ。明日ねどうしようかなーって迷ってる。そう迷ってる、めっちゃ迷ってるの。確かに斜め45度くらいかもしれない。私はもうねあのいつでも寝れるぞーのね感じになってます。なのでちょっとね何時にね配信できるかちょっと自分で決められなくてちょっとギリギリになっちゃったんですけれども、お明日初めてありがとう、嬉しい、楽しみに待ってます、眺めてもらうヤッホーって謎角度じゃん。オベランさんありがとう。チョコちょっと眉毛はねあんま見せたくないのさ。もうメイク落としちゃった。明日ねどんな感じにしようかなって、系統をね、系統をめっちゃ迷ってんの。そのなんとなくは決めてるんだけどどっちに振ろうかなっていう。みじゅさんこんばんは、こんばんは、あらはじめましてでありがとう、よろしくお願いします。お無防塵最高ですね。誰かを責めるなら死んだ方がいい。確かになんかすごい本当に確かにリップ塗ったのになんかついてないみたいな色してる。はまじさんありがとう。薄漬けしかしてきてなかったかな。しげちさんありがとう。バブイもうメイクないからね、リップくらい。明日朝早いですから、そうちょっとね朝早いから早く寝ようと思って、最近ねすごい睡眠をしてたからその分寝る、なんかたくさん睡眠とんないと一日がすごく眠くなっちゃうのね。しのちさんありがとう、ありがとうございます。そうだからね早く寝ようの意気込みでございます。明日は一部ですね。金曜日、今日金曜日か、お疲れ様。いやー1週間やっぱね金曜日ってねしんどくなっちゃうよね。お疲れ様だ。すぐに寝られそうな雰囲気、正解。もうね配信を切ったらまあ若干のねふわってふわってなんだって感じなんですけどしつつだけどすぐ寝ます。です、お布団ではないです。一応ね、とめぞうさんありがとう。あとすごいお布団なぐらいではありますね。すっぴんなんか見直さないって言ってくる、やめてー、押さないってみんな言ってくるやん。さなくなっちゃうの。元が童顔すぎてさ、丸顔童顔だけど目だけがちょっとねこうきっとねつり目なだけなので。3連休なんだ、最高最高じゃん。来ちゃいました、あ待って来てくれてた、この間ありがとう。
ありがとう、嬉しい。再会です。嬉しい。14歳マジで5歳もあれ若く見えます？ほぼ 5歳だけど。6歳か。中学生？制服とかいける？ね、マイナス5歳はだいぶ大きいよ、さすがに。釣り目好き？ありがとう。釣り目ですね。今日白湯飲んでない、忘れた。でもお水は結構いっぱい今日は飲んだ日だと思います。ね、お嬉しい。北青いのね、なんかね、時なんか漏れてることが多くて嬉しいです。ぜひゲットしてください。皆さん、こじけんさん大好き、いっぱい、いつもありがとう、大好き、ありがとう、こじけんさん、嬉しい。そうね、リボン持ってた。あとね、場所がほぼ本当にあの一番初期のあのニアリーイコールジョイの MV の場所と一緒だと思う。あの向きが逆なだけ、なんだ、廊下みたいなところで撮ってるんだけど、外の今回撮った場所がの背中側がな、周り右下向きでニアリーイコールジョイの時は撮ってたと思う。ほぼ一緒なんですね。嬉しい。北青いの MV でまたね帰ってくるじゃないけどさ、思い出の地ですから。やっぱりニアリーイコールジョイ叩いて、おさ、まぶたとかにさ色ないとさ眠そうに見えるね。結構まだしゃっきりなはずなんだけどな今日は。てか目に光入らん、悔しい。丸っ、もう顔ねテカテカなのさ私。もうね保湿すごすぎ。あんま顔触らんようにしよう。うん、今日のテンションは謎です。頭につけてます？ついてます？なんかついてましたか？何もついてないですよ。頭です、普通の、その頭です。ちょっとねもうドライヤーまでしちゃってるからあれなんだけど、収まってるかどうかわかんない。小さじ1杯小さじ1杯ピアスはね開けたいなと思ったり思わなかったり、なんかピアスの方が可愛いのいっぱいあるんですよ。だから開けたいなとも思うけど、私は痛いから怖いが勝つので、多分あのよっぽどのことがない限りは開けることはないと思います。レノンにね、そう開けるとしたらレノンね言ってやーみたいになってたけど、あの人はなんかもう痛みに強すぎて多分感覚が違うから、いや余裕余裕とか言ってきそうで怖いですね。行くよーってなんかもうすぐ開けられちゃいそう、怖いですね。はい、レノンだけはいやーもう怖いよ、あの余裕すぎて本人がいや怖いよって思ってなっちゃう。それなのに痛みに、なんか全然慣れた慣れるみたいな、絶対そんなことないんだからね。
ね、レノンだけは嫌かも。レノンだけは嫌ですって言っとこう。私は痛み、なんかチクってするの嫌なんだよね。注射も怖くない？そのもう起きてることが嫌だ。怖い。なんかこうね、そうなの。なので開けません。イヤリングもね、普段もつけてないぐらいですから、そんなに不便はしないです。最近は可愛いのいっぱいあるし、全然余裕。そうなんですね、考えるとき痛い。それなだけは笑った。そうだけはもう嫌って言うとこかな。マカロンすごい。今から頑張って。マカロンめっちゃあれじゃない、時間かかるよね、乾燥とかあるから。頑張れ。いいね。今日はリップだけです。前髪はね、ちょっと若干巻いた。前髪切ってから前髪の調子がいいんですよ。流れは変わっちゃったけど、花だよりに出演させていただくときに、もうさすがにもうこの伸び伸び前髪、本当はね、こう前髪ちょっと薄めに切ろうかなとか思ったけど、切りたかったから伸ばしてたんだけど、こんなね、先輩の前で、どうも恥ずかしいと思っちゃって、もう切っちゃう。家出る何分か前に切りました。切っちゃえ。反抗期ではあるけど、なんか調子は良くなりました。そうですね。今日はすっぴんなものなので、すっぴんなので何分から始めた？はあ、失礼いたしました。近っ。43からありがとう。43からでした。じゃあもうちょっと配信しますね。明日はオンライン個別お話し会なので、朝1時1分からなので、ぜひね。会いに来てくださいね。日程がある方は、予定？二部制ってね、なんだかね、不思議なね、なんか何して過ごそうってなるのかなって思ったんですよ。すごいこの間はね、楽しかったですね。お弁当がね、あったので、お弁当をね、みんなで食べてました。ファイト前やった。もう眠い。もう眠いけど、明日のお洋服だけちゃんと、さすがにね、朝バタバタしたくないから、明日のお洋服だけは決めようとは思ってるんだけど、そこまで動けられるかなって、ちょっと眠いなっていう感じで、明日早く起きて決めようかなって揺らいでるところではあるけど、頭の中でね、これ組み合わせようかな、これとこれにしようかなっていうのね、悩んでいる。悩んで、そう、寝ちゃう。意外とね、こうね、悩んで、どうしようって時より、朝の、あ、これじゃんってね、こう、意外とね、そういう時こそね、いい案が浮かんだりするんですよね。そう。ちょっと待って、なんか、私、なんかずり落ちてきている。おいしょっと。
嬉しい、尊い、嬉しい、私も嬉しい。壁ドアップ手ぶれすごかったと。睡眠レベル78。伊藤ちゃん大好き、ありがとう、嬉しい、ありがとうね。一緒にもう早く寝るのがいいよ、やっぱり。私がね、最近ね、こう早く寝る習慣がついてきているじゃないですか。ってかついてきているんですね。だから本当に12時とかに寝るのも遅く感じるようになってきたんですよ。そうだから、そうそう、すごくない？なかなかないよこんなこと。それね、あのまあジョイではめっちゃ早寝のね、みつきに言ったのね、あの最近早く寝るの習慣ついたらもう12時すら遅く感じるよねって言ったら、本当にそうなのって言ってて、ちょっと嬉しかった。みつきと同じ気持ちになってる、早寝っていう段階で。それが嬉しかったね。そう、私もあのちょっと前まではまだ12時か、もうちょっとゆっくりしようとかしてたんですよ。で気づいたら3時なんてこともあったりしたんですけど、ないですね、寝ようって思ってます。早寝コンビになるには私が足を引っ張りすぎている。足を引っ張りすぎていますから、ちょっとねコンビになれるようには頑張りますけど。ね、気づいたら4時ね、なっちゃうよね、わかる、めっちゃ。私はあの多分一時寝ない期間があれば、そのあんま寝なくても耐えれると思うんですけど、そう、すごい私のあれは正直です、本当に。だから寝てない期間が あると全然寝なくても案外いけたりするんです。私ね、最近の「はっ！」っていう出来事があったんですけど、以前 YouTube のライブで「牛丼にハマっているよね」みたいな悩みが言ってくれて、ハマってたんですよ。ハマってて、この間食べようと思ってお店に行ったら、あ、牛丼、あ、そう、豚丼、豚丼、そう、豚丼です。豚丼って言った、今なんて言ったっけ、私牛丼って言ったかも、豚丼、そう、牛丼って言ってた、豚丼ですね。そう、豚丼ね、ハマってるって言ってたんですけど、この間お店に行ったら豚丼販売中止になっちゃってて、めちゃくちゃ私は朝早く起きて豚丼のために早く行って買おうと思ったらなくなっちゃってた。そう、私は牛丼も好きだけど、牛丼より豚丼派なのね、圧倒的に。だからカーッと思って、ちょっと悔しかった。私の牛豚丼ブームが終わってしまった、残念。今度は白米ブームが来てます。白米美味しい、白米ってめっちゃ美味しい、どんだけでも食べれると思う。うん、食べれないから食べたいと思っても強制的に。豚乗せなくていいんだ、確かに。白米ブームね、定期的に来るんだ。白米だけでもいける人、前美味しいよね。まあ一番美味しいのは何かお肉とかお魚と一緒になんか定食みたいな感じで白米食べるのがもう最高って感じ。あ、卵かけご飯もいいね。ねえ、好きなふりかけはのりたま好きだね。のりたまが好き。
私はあの最近ご飯のお供というか、まあまあお家でご飯をね炊かないから食べてないんだけど、食べるとしたらあの静岡に行った時に自分へのお土産でなんかだしの塩みたいなの買ったんですね。それをねよくね食べてる、かけて食べて、だしめっちゃいいんだよ。そう、あとあのその塩をあのな、あの以前あのイコラブさんが記者会見で、イコラブさんのあのマイカさんが記者会見でお塩を食べているみたいなのをねおっしゃってて、あのお腹が空いた時に小腹を満たすみたいな感じで、えそれいいかもと思ってあの私すごいね食べちゃうんですよ。あの1個食べたら止まんなくて何でも食べちゃうんですね。だからあの塩いいかもと思って、しかも私の持ってるお塩はだしのお塩なんですね。もうね美味しくて美味しくて、結構ね私はあのもう無理限界耐えらんないと思う時はあのお塩でね我慢したりして、はい、そう、まあ、塩分のね取りすぎは注意だけど、そんなにめちゃくちゃ濃いものを1日食べているわけではないので、あのまあ大丈夫かなと思いながら、そんなね小さじ1杯食べているとかじゃないので、そう気をつけた方がいいなとは思ってはいます。寝る前にね一番塩分がむくむ中連とか思いながら、でもね、何か食べて消化に時間がかかるよりかはもうお塩でパッて食べて美味しい。しかもだしだから本当になんかね、あのだしをだし系の何かを想像したら結構そんな感じになるんですよ。例えばなんだ親子丼とか思ったら親子丼になるし、あの結構万能なんですね。今日も今日は普通のお塩をね、お家にある普通のお塩を食べてみたんだけど、普通のお塩よりもだしのお塩がもうね圧倒的に良いです。良かった私の中で。だし塩めっちゃね、熱海で買ったので、熱海の駅の中にはあるはずです。熱海で買いました。たくさん喋ったね、たくさん喋ってる、このすっぺーなのにたくさん喋ったらいっぱい残ってしまう、世界に発信しちゃってんのやだだしのね授業みたい。もう半顔はねめっちゃ、うん、確かに東京にもありそう。全然私が静岡で買ったよってだけなので。何だしだろうな、あごだし、金目鯛なんだっけな、うん、どっちかだったと思います。どうだっけな、うん、なんかの魚のだしですね。そんなとこです。よし、じゃあ10分になったら壇上見をしようかなと思います。私の座り方でなんでこんなずり落ちちゃうわけありがとう。ハンバーグいいね、最高。メイク落とした話し方も変わってる？変わっちゃってる？よちよちだって言わないでくださいよ。二十歳ですよ。ニアリーイコール二十歳ですよ、もう。なんか私のファンの方って、私をこう
えらいねーってめっちゃ言ってくれるよねありがとう頑張ってえらいねーってなんかいっぱい言ってくれる方が多いなって思ういやそんなことないんですよ、そんなことないんだけど本当にありがとう。甘やかしたいがめっちゃ多い気がする。てか私は何歳なわけ、皆さんから見て何歳に見えてるわけ孫だと思ってる。一番違うやろ、一番違うやん絶対違うのよ褒めたい存在になってんの、ありがとう。こんな年下に見えてんの、それもそれで困る、やだ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 。でもこうやって私がこう嫌って言うのを皆さんはあれなんでしょ、あ、待ってるよって思ってるんでしょ。だからもう私は言いません。褒めて伸びる子、私はあのなんだ、ちゃんとダンスとかそういうのは先生とかには結構怒られたいって言ったらあれだけど、ダメなところを言ってもらえた方が頑張れるタイプです。そうね、私はね褒めてね、あんま伸びないわけじゃないかもしれないけど、私の気持ち的に結構ダメなところはダメって言ってもらえたら意識して直すことが直す、なんかダメなんだと思ってしまう。その後あの良くなってたよとか言われるのがもうめちゃくちゃ嬉しいんですね、そういう時があると。まあでもあの皆さんとそのダンスの先生とか、まあダンスの先生ね、そうそう、だから違いますから、皆さんはあのにはいっぱいね、いいところをいいねって言ってもらえると嬉しいですわがままそうなんです。生きてて偉いわ、みんなもそうだよ、生きてて偉い。ありがとう、嬉しい。まあそんなこんなでちょっとそろそろ誕生日をしていきたいと思います。明日、私は明日じゃない、今日は早く寝るんだからね。何時間寝ようかな、今なら6時間は寝れるよね、やだ。ということで10歳の方からいきます。10歳、なあこちゃん、ありがとうございます。12、ハローさん、ありがとうございます。11、こうちゃん、ありがとうございます。10位、りょうのののくん、ありがとうございます。9位、なあちゃん、ありがとうございます。8位、やずひろくん、ありがとうございます。7位、しのちさん、ありがとうございます。6位、いとちゃん、ありがとうございます。5位、オベロンさん、ありがとうございます。4位、しげちんさん、ありがとうございます。3位、はまじさん、ありがとうございます。2位、とめぞうさん、ありがとうございます。そして1位、こじけんさん、ありがとうございます。ありがとう、皆さん、ありがとうございました。今日はね、ちょっと終わっちゃうんです。明日がね、朝一部からのお話し会なので、あの十分に今日はゆっくり休もうかなと思います。皆さん今日見てくださってありがとうございました。明日オンライン個別お話し会、バレンタイン19歳ラストの日だね、オンラインではラストの日になりますということで、まあスペシャルライブにね、会いに来てくださる方は多分それが19歳最後になるかな、どうなんだ、
な感じなんですけど、まあまあ19歳に20歳って言ったところで、私には変わりないので、そんなあれなんですけどね。そんなこんなで明日もぜひ朝からお待ちしております。楽しもうね。ということで、今日見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。1週間お疲れ様。平日みんな頑張った。お疲れ。バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみー。